よ。よし始めるぜって言っても俺は見てるだけだけどな。くそ、こいつら栽培マンを見ると嫌なことを思い出すぞ。やるじゃないか、それだよそれ。お前才能あるんじゃないか。恨むなら自分の力のなさを恨むんだな。よっ。よし始めるぜって言っても俺は見てるだけだけどな。くそ、こいつら栽培マンを見ると嫌なことを思い出しちまう。やるじゃないか、それだよそれ。お前才能あるんじゃないか。よそ見するなよ。捕まったら自爆されるぞ。
今日はここまでにするか。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。よっ。お、
3人同時に相手してもらう。気を抜いてるとすぐにやられるぞ。クリリン、ヤムちゃん、手加減は無用だ。頼んだぞ。オッケー。まったく天津飯のやつ、修行でも授業でも真面目だよな。そんなんじゃランスさんに愛想つかされちまうぞ。お前はもっと真面目にやれ。はーい。まったく。おい、あいつには全力で技を放っていいからな。お前、手加減は？見えているぞ。あいつらの油断もあったが、上出来だと思うぞ。よくやったな。まったく大したやつだぜ、貴様。お、毎度。
いらっしゃいませ。うむ。いいもの入ってるよ。ようこそ。
いらっしゃいませ。ようこそ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 。
何？ですよ、ドドリアさん。ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。逃げられると思ったか。巨人の子を連れてこの場を離れるんだ。ドドリア、残りのガキどもを追え。ここは私一人で十分。よいか、目的はこやつを倒すことではないぞ。クリリンとご飯をこの場から逃がすことじゃ。ある程度ダメージを与えればクリリンも隙をついて逃げることができるじゃろう。
それよりご飯の方が気がかりじゃ。タイミングを見てこの場から離れるんじゃぞ。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。お前が例のタイムパトロールって言うんだ。このスラッグの邪魔をする者が死にあるぞ。なんだこいつは。悪の種ステージスライム。ラメック星人は味方じゃなかったんか。それにこいつの邪悪なパワーは何じゃ。スラッグはただのラメック星人じゃないの。生まれつき悪の種ステージスーパーラメック星人なの。俺の力はまだまだこんなもんじゃないぞ。そこまでだ。命拾いしたな。とんでもない力だ。ドリアのパワーが上がっておる。このままでは歴史が変わってしまう。ここはベジータに加勢するんじゃ。この俺を見くびるなよ。うわぁ。なんだ貴様は。なぜ俺の味方をしない。まあいい。まずはドドリアの野郎を片付けてからだ。この野郎、他にも味方を連れてきてやがったのか。
さっきのチビどももそうだろう。チビと手を組みやがったな。地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことはどうでもいい。なんせ俺がまとめて片付けるんだからな。やってみろよ。俺たちサイヤ人は戦うために強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死ぬか。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。フリーザスパワー。サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。こんにちは。ようこそ。
よ。うむ。こんにちは。うん。ようこそ。ようこそ。よう。